今日はやっとあずきがお家に帰ることになりました。一応 PCR 検査で陰性は出たんですけれども、まだ軟便が続くので、今日は、おしっこと、そしてアレルギーの検査に来ました。まあ、今までペットショップで長い間お世話になって、まあ下痢はまだ、まあ軟便なんですけど続いてるんですけれども、まあ今日から私が小豆のお世話をしていこうと思います。流行ってて、結構1時間ぐらい待たせられるんですね。それで車の中で待って、そしてベルを持って鳴ったら中に入るっていう感じで、コロナ対策もしっかりされてます。とてもいい病院に出会ったので、これからうちの3匹はここでずっとお世話になると思います。今あずきが来ました。のりが早速上に上がっております。まあ、お医者さんにちょっと相談に乗ったら、まあ2日3日はちょっと間開けた方がいいということだったので、今日は柵越しで、ゴマは向こうにいて全然こっちに来ようとしませんが、麦はもうとにかく好奇心旺盛でされた可愛い赤い女の子らしい首輪をあずきに今つけました。久しぶりのお家なので、でもなんか慣れてくれてるみたいです。ご飯もこの通り全部完食しました。下痢の軟便ですね。下痢はマシなんですけど軟便で、ちょっとどうなるかと、今餌を今日抱えております。まあ明日明後日どのような便が出るかちょっとは心配ですが、期待もしてます。どうも首輪が好きじゃないみたいでイライラしてるみたいです。これは麦もゴマも経験したことなので、もう少し辛抱です。とにかくベンガルがやんちゃなんです。こうなんですよ、いつも。でも3匹がやっとこのように一軒のお家で住むようになったことはすごく嬉しく思います。まあ今のところゴマとあずきはあまり関わらないんですけれども、シャーシャーと言って近づかないんですけれども、早く仲良くなってほしいなと思います。